儲からない長期投資っていう話が来てますね。まあ理由は何でしょうかと、儲からない理由は何でしょうかっていう感じで聞かれてるんですけども、まあ利率とかですね、手数料、税金、途中でやめてしまうってあるんですけど、まず途中でやめてしまうというのは長期投資の場合も、儲からない最たるものですね。20年以上続けないとほとんど意味ないというのはまず結論ですね。あと、まあ、途中で売ってしまう場合に手数料が発生したり、あと税金ですね、まあ、これで手数料負けとか税金負けするっていうのが、まあ、損する儲からない理由ですね。なので7%以上のですね、例えば SP500 とかインデックス投資ですね、もしあなたが投資の素人だったら、とにかく毎月5万10万というのを自動で引き落とされる形にして、20年30年でも続けることですね。まあ銀行預金だったら800万円ぐらいのものが大体2000万円ぐらいになってたりするので、